はい、どうもこんにちは。ネクストフィットミキヤです。このチャンネルはですね、ちょっとこれカメラの位置が これぐらいかな。よし、これでいいでしょ。はい、どうも。ですね、このチャンネルはですね、私ネクストフィットミキヤ、インキャラフィットネスの、パーソナルトレーナーをやっておりますが、主にですね、栄養学を中心にフィットネス系のですね、まあ、興味を持っている人たちに有益な情報を、お届けするこのチャンネルなんですけど、まあ、今回もですね、私の親友の、高須美希也先生のこのチャンネルのですね、場をお借りして、ネクストフィット美希也動画をですね、配信したいと思います。はい。でですね、今日皆さんにご紹介するのはですね、まあ、冒頭でもね、お見せしたと思うんですけどね、ちょっとこれ下げましょうかね。これね、私ね、ネクストフィットミキヤはですね、一応こう見えてるもですね、かなりの陽キャラって言われてるんですよ。で、今回ね、陽キャラの街、大須に行ってきて、今話題のですね、遠視ダージーパイって、みんな知ってる？まあ、この、ね、かなとも思うんですけどね。まあ、陽キャラの人はね、もう、これ、皆さんご存知でしょ、この、遠視ダージーパイ。これ、台湾の、やつなんだけど、じゃーんと。これ、結構インスタとかでね、なんかバズってるらしくてね、顔よりでかい、唐揚げ。なので、ね、今回、私ね、ネクストフィットミキヤが、この、栄養学を中心にですね、この遠視ダージーパイのですね、栄養のね、説明とね、あと、食レポをね、いたしたいと思います。じゃ、最初にね、せっかくなんでね、おっと、これ、本当にでかいな、これ。顔よりでかいですね。私もね、かなり顔小さい方なんですけれど、私のこの小さい顔と比べてもですね、やっぱりこの、遠視ダージーパイの方がね、圧倒的にでかいですね。せっかくなんでね、インスタ用のね、写真を撮りましょうかね。よし、自撮りでね、ちょっとセルフィーでと。よいしょ、こういう感じでね、こうやって。OK! もう一枚。OK! これはね、インスタの方にね、載っけときますんでね。じゃあね、早速いただきたいんですけど、これね、おすすめはね、やっぱね、アルコールと一緒に食べるんだって。で、アルコールもね、お店で一緒に売ってるんだけれど、今日はね、自宅のね、置いてあるね、このアサヒね、ドライゼロ、ノンアルコール、ビールで。じゃあ、いきますよ。パキってるね、今日も。じゃあ、まずは、ドライゼロから。いただきます。パキってるね。じゃあ早速このね、メインディッシュのね、遠視ダージーパイ。ちなみにこれね、630円ね。で、いろいろね、フレーバーがあって味付けができるんだけど、僕初めてだからの一番スタンダードなやつ、おすすめのでお願いしますって言ってね、頼んだんでね、おすすめのなんか胡椒がかな、あとなんかカレーとかパクチーとかいろんなフレーバーがあるんだけど、これせっかくだから全部出そうか。こんな感じね。ちょっともう一回ちょっとインスタやろうかな、インスタ。これせっかくなんでね、これ。ちょっと携帯が油まみれになっちまうな、これ。自撮りで。よいしょ。よし。こうやって。うん。OK! じゃあね、早速ね、いきましょうかね。じゃあ、いただきます。まだあったかいですからね、買ったばっかなんで。これね、鶏の胸肉だと思うんだけど、結構衣が厚いんだよね。結構ね、陽キャラの街、大須に行くとね、まあ陽キャラのね、若者たちがね、結構これ、歩き食いしてたりとか、道端に座って食べてたりとかするんだけど、さすがに、私が道端で食うのまずいかなと思ってね、ちゃんと今日はお持ち帰りしてきましたんでね。美味しいね、これ。やっぱ、
タンパク質はしっかり取れるんだけど、かなり衣が厚いから油と糖質も一緒に取ってしまうので、まあ、三大要素がガッツリ取れちゃうんだけど、さすがにこれね、ダイエット中にはやばいですね、これね。鶏の胸肉っていうのはありなんだけれど、胸肉自体は脂肪が少なくて、そのダイエットとか糖質制限中でもね、すごく有効だと思うんですよ。ボディービルダーの方がね、減量中、大会前なんかに胸肉ばっかり食べるとかね、そういう人いるんだけどね、なんか胸肉とブロッコリーばっかり食べる人とかよくいるんだけど、それはいいんだけど、これ胸肉なんだけど、これ衣がめちゃくちゃ厚いから、これ結構食べてる人ね、途中でもういっぱいいっぱいになって気持ち悪くなるっていう人もいる。結構がっつり食う人はがっつり食うんだけど、うん、味は最高だね、これ味は。やっぱりこれビールに合うね、これ。だからこれ結構大食いの人は一人で一枚食べられると思うんだけど、ちなみにちょっとカロリーまで調べてなかったんで、カロリー気になる人は後でググってね、自分で調べてください。ちょっとビールいただきます。あー、やっぱこれビールに合うからね、もしよかったら皆さんこれビールと一緒にね、食べてください。なんで大食いの人は一人で全部食べれると思うけど、小食な人とか女性の方はね、2人で1個とかね、3人で1個とかでもいいかもわかんないですね。結構僕でもね、これ1人で全部食べれるかな、これ。その気になり食えるけど、今日も筋トレしてきた後なんで、結構まあしっかり食べてもいいとは思うんですけど、それにしてもこれ油と衣がすごいな、これ。うん、美味しいけどね、ダイエット中の人にはね、やっぱ向いてないかな。あー、でも美味しい。確かにうまいし、値段的にもそんなに高くないですね。630円なんで。うん。まだこんなにあるからね。ということでね、今回も私ネクストフィットミキアがね、こういうね、陽キャラ系のね、まあイケてるね、若者の中の流行をね、また取り入れてね、これで発信させていただきましたんでね、またね、よかったらね、同じような商品ね、紹介しますんで。ちなみにこれ大須で買ってきたんだけど、そのこのね、遠志ダージーパイのお店の隣が台湾カステラのお店で、あとタピオカの新安住、この間の三平先生がレポしてましたよね。うん、それと並んでてね、あといちご飴もあるかな。多分新安住と台湾カステラと遠志ダージーパイは同じ系列なんじゃないかなと思うんだけど、ちょっとはっきり調べてないんで、確かな情報じゃないんですけどね。はい、ちょっとこれ動画の中で全部食べるのちょっと厳しいから、ちょっと休憩して残りは後で食べようかな。ということですね、ネクストフィットミキアでした。ありがとうございました。またよろしくお願いします。